株式会社サンシティは、子会社と共に、東北地方から北陸甲信越地方を中心に、マンションの販売代理業務と分譲業務を行っていた、不動産会社。以前のブランド名は、サンシティであったが、上場後は、アバンツアーレ、サンデュエルブランドを手掛けていた。都市の景観を変えるを、キーワードに、まだ大手マンションデベロッパーによる、 河川化が進んでいない場所にマンションを建設し、市場シェアを抑えていく戦略を採用。東北における未開拓の都市に進出を進め、さらなる業用の拡大を図るべく南下策を推し進め、東京、北関東に進出。同社の新たな市場開拓に努めていた。オフィスビル、複合商業施設、賃貸マンション等々の流動化物件の開発に着手し、 東日本を代表する総合不動産デベロッパーであった。2005年東北地区分譲マンション供給戸数13名662戸で2年連続トップを獲得した。しかし、2008年のリーマンショックなどの影響によって業績が悪化。2010年12月期には3期連続の赤字を計上した。これによる資金繰り悪化のため自主再建を断念し、 2011年9月26日、仙台地方裁判所に民事再生法の適用を申請。経営破綻した。2012年3月、事業をワールドインテック及びその子会社に譲渡。生産手続きに入った。東北楽天ゴールデンイーグルスの創立当初から、スポンサーに参加。クリネックススタジアム宮城の三類、楽天側ベンチの上や、 電光掲示板に広告を掲げていた。マンション販売のサンシティ、民事再生法を、申請負債248億円。日本経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxnasfb26-09w1a920c100 万。2014年1月10日。閲覧。 サンシティ再生方針制、取引先の業績に影響。日本経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x n a s f b 2 7 0 4 z x 2 0 c 1 1 a 9 l l 0 1 0 0 0 2 0 1 4年1月10日、閲覧。株式会社サンシティの事業再生支援に関する事業。 譲渡契約締結のお知らせ。株式会社ワールドインテック。2014年1月10日閲覧。子会社設立に関するお知らせ。株式会社ワールドインテック。2014年1月10日閲覧。再生方申請不動産業、三ィ負債総額248億円。毎日新聞。 2011年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年9月27日閲覧。帝国データバンクによる倒産情報。ありがとうございます。